五角堂は、茨城県つくば市にある五角形の建築物。江戸時代の名主、飯塚伊賀七が設計した。内部には、歯車式の脱穀機が備え付けられていたとされる。五角堂と、窓形の名称で、茨城県の史跡に指定されている。伊賀七の建築の代表作の一つであり、伊賀七の子孫の飯塚家に残る、唯一の有形物である。本記事では、 五角堂とともに、茨城県の史跡に指定されている和時計についても記述する。飯塚伊賀七の聖火跡にある。伊賀七が設計したものであるが、なぜ五角形にしたのか、何の目的で建設したのかは明らかになっていない。一説に、設計の難しい奇数変形の建築物を作ることができたために設計したという。また当時の和参加は五角形を研究していたことや、 土浦城などの城下町には一種の迷路構造として五角形の外周道路が設けられたことに着想を得たという説もある。陰陽五行説に基づき五角形の各辺に木、火、土、金、水の意味を付与したという説もある。なお、五角道と口述する和時計の収められた時計道が同一の建物であると考えられた時代もあるが別物である。 正確な建築年代は不明であるが、数学者の山口寛さんが八田部を訪れた時には、すでに存在し、寛さんは日記に五角堂について記述している。寛さんの日記は、火政文化の花開いた文化から文政年間に書かれたことから、それ以前に建設されたことがわかる。寛さんの日記には以下のように記されている。上州に張り氷田部町が七この、 物産をこうて自ら大工へ、差し図をなし、家を取りりほぼす様にがてて、また五角の節室小屋を、さくりて、言う、革面二軒ほど、山口寛さん、明治時代の記録には次のように書かれ、米月機があったことが示されている。門川五角の物置ありてそれの異物にかかる、当時死箱根のうちに、歯車数個を持って仕組みみたる米月機械を据え、えをけけるといえどもも、 今や見る書なし1911年の記録では、すでに荒廃していたといい、1970年代頃に、八田部長文化財保存会によって修復され、石日の姿を取り戻した。修復される前の1958年には、五角堂と和時計の名で、茨城県指定史跡となる。2011年3月11日に発生した。 東北地方太平洋沖地震では壁面が剥離する被害が生じた。中心部の高さは約6メートル、五角形の一辺は4.7メートル、正五角形であるため、各辺がなす角は108度である。五角形の面積は約33平方メートル。一見したところ四角形であるが、中に入ると五角形であることがよくわかる。内部は土間になっており、壁に窓はなく、 簡素な作りである。出入り口は西と北西の2箇所設けられている。この2箇所は重屋側に面している。5本の梁は中心部で交差し、1本の柱で吊られている。1本の柱の断面は108度と72度からなる、菱形をしている。屋根はかやぶきの生後角水であり、中心の柱から放射状。 番傘状に伸びる十本の小柱によって支えられている。なお、飯塚家の門側の壁面は東西方向と一致し、この壁から北の角に向かって伸びる梁は南北方向に一致している。明治時代の文献に記載のある米付き木と見られる部品が五角堂内に残っており復元されている。これは高さ約2.2メートルの三角柱状の 矢倉のような姿であり、綱を引くとか車が動き、太い木根で穀物を打つことができるものである。また、千から一万までを表示するメーターもあり、木根を打った回数か薄が回転した数をカウントするために設置されたと推定される。打刻機には、製造年月日が、天保四年期市6月28日造形、天保四年期市七月づり校と記載されている。この年は霊下であり、 共作を見越して伊賀七が作ったと見られる。伊賀七のは時計は時計は高さが2メートルある大型のもので朝というに太鼓や鐘を自動的に鳴らして町の人に時を知らせるとともに飯塚家の門扉を自動で開閉させたと言われる。元は飯塚家の敷地内にあった時計堂に収められていたが時計堂は現存せず時計の部品は五角堂の領上から見つかった。 時計堂は伊賀七が60歳となった文政5年に完成したので還暦記念に作ったものと思われる。この和時計ができた頃、日本の各地で和時計作りが盛んであったが、伊賀七作のように大きなものはなく、街の人に自動で時刻を知らせるような装置は同時期に他に存在しなかった。時計にはお経や神への祈願文がびっしりと書かれた面があり、 伊賀七の新人深さが伺える。伊賀七没後は管理がおろそかになり、時計の部品は五角堂に収納され、時計堂は解体されてしまったが、高層気象台の田村武雄が復元した。さらに2012年に伊賀七生誕250周年を記念した展示のために解体、再整備された。時計の文字盤には1日に1回転する100文字盤と、 季節ごとに交換する不思議と式文字盤の二つがあり、100ヶ月まで表示できる装置も実装していた。時計とカレンダーを兼ねた装置といえる。復元のきっかけになったのは、1985年の国際科学技術博覧会に合わせて、ヤ田部町が開催した幕末の科学展で展示する構想が持ち上がったことである。現在はヤ田部郷土資料館と水戸市にある。 茨城県立歴史館に復元模型が展示されている。部品等は残っていないが、懐中時計も作ったという。懐中とはいえ、実際には目覚まし時計ほどの大きさがあったようで、木製ではなく鉄製であった。ありがとうございます。